まずマーケティングの仕事は伝えたいものや人があってそれをどう伝えるのかが仕事。で女の子ってとにかくおしゃべりが大好きでコミュニケーションを取ることが大好きでもう朝まで話してても全然話したりないぐらいコミュニケーションするのが大好きだよね。まあ、もちろん男の子もいると思うけど女の子は特にそれが得意だと思う。女の子はお揃いの洋服を着たり化粧品を一緒に使ったり そうやって自分の思いを共有することに楽しみを見出せるんじゃないかな。マーケティングやコミュニケーションの仕事は世の中にすごい強い関心がある必要があると思うの。そこでそういった市場調査だけでなく普段の生活からいろんな情報を吸い取る力を持っている女性はとても向いてる仕事なんじゃないかなと思います。